スポーツ。はい、始まりました。MSS プロジェクトでございます。はい。マインクラフトやっていきましょう。私、FB37 です。そして森の賢人、キックマックスです。ハルマットです。エブです。さあ、今回はですね、はい、ターザンの世界に入って、はい、ボスを倒すという統合版のモッド、まあ、パックをプレイしていこうと思います。ターザン。はい。まず見てください、ほら。はい。マントリルが。ターザンだ。さっきからワンって言ってんの、こいつ？うん、こいつだね。多分アメリカ語だからもう全く分かんない。ああ、めっちゃこいつ流暢に英語喋ってる。あれだ、アドベンチャー、I have terrible news。俺らより全然知能指数が高い。ああ、高いね。ああ。矢が入ってる。なんでこいつ犬なんだよ。ターザン went after beam, but that was so so me. Time ago.時間が惜しいから早く行けバカども。バナナがなんちゃらって。お、なんだこれ。ボーダート。これ。なんだ。これで。あ。弓が？あ、違うの。弓あんの。いて。あ、なんか毒食らったんだけど。クローガン。死んだって。え、これ吹き矢入ってる。吹き矢でもあと1個しかないよ。いや、これ無限っぽいよ。無限に入ってる。あ、マジで？本当だ、うん。本当か？だからこれがとりあえず武器になるんじゃない？実質無限矢だ。うん。いって。すげえ範囲攻撃なんだけど。嘘。は？はあ、俺で実験するんだ。待て。争うな。争うんじゃねえ。よし。ひでえ。求人のサルドもめ。落ちれんの？あ、落ちれないんだ。あ、落ちれる、こっから。今、エオヨが撃ってきました。撃ってんね。こっちだよっていう合図。なんだお前。ジョナサン・ジョースターか。こっちだよ。こっちだよ。怖え、あいつ撃ちながら移動してやがる。猛毒塗ってやるから。これマジ一発食らうと死ぬんだよ、味方は。ああそうだね。長えぞ。ボスいるかもしれん。あ、いるんじゃないボス。もうボスか。やっぱりいきなりボス戦は楽しいからな。確かに。RPG の醍醐味だよね。うわ、なんだ？あれ、なんかいる。なんかいる？うわ、いるいきなりボスだ。ウィスピーウッズだ。え？違う？違う。なんか取られてる。あれ何？あ、人間取られてる。あ、本当だ。ボスだ。やれ。ちょっと。なんだこいつ。なんか召喚してる。召喚獣現れた。全然もう。いてリーフシールドだ。やばい、リーフシールド。あれなんか効かなくなった。え、FB に殺されたんだけど俺。え？え？いやー、車線上にいたりしたんじゃない？いや、いなかったけどな。いやーだ。待って、あいつなんかすげえ食ったりしてるけど。ね。困ってる。なんかここに光ってるやつある。そんな前行ったら当たるで俺の弓矢が。うるせえ、なんかここにあるぞ。あ、なんか取った。葉っぱ。なにこれ？リーフリフレクターだって。あ、リーフリフレクター。え、俺もし。あ、盾だ。それいるね、リーフリフレクター。いや、でも。リクレクターはこれどうやって使うんだろう。構えあれだけでいいのかな。おどそなんだ。ある物どうす。なんか喋ってる。あ、またなんか光ってる。またこれ取れるで。リーフリクレクター。いや違う、武器の。え、俺も欲しいんだけど。あ、思ってた。おどだ。え？これ手に入ったってことか。おら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 。いって。やべえ、味方に殺される。あ、殺された。リンゴだ。あ、違う、これリンゴ。ユースピーウッドだ。え、いってこれ。これ爆弾だった。爆弾だ。倒したー。イエーイ。斧でっか。人間。救出したっぽい。なんだこの人間。日本語喋れや。いって。日本語喋れ。Now that you have that axe, you should be able to open the gate in the village and get to his lair. I'll meet you there.なるほど。ひでえ。おい、裏切り者いるぞ、完璧に。やっぱ。おわ。斧無限に振り続ける状態になったんだけど、何もさなくても。かわいそう。あ、俺が、あれだ、リーフシールド
ドロップした時に一緒に降ってたっぽいな。ビームシールド装備しようと思うと、ドロップしやがる。そう。え？いや、こ、いや、多分こうやって右手にしか装備できない。うん、これ多分あれだね、そうだね。やったー。ちょ、ちょ、殴ってみて。え、ちょ、最初のところの斧下のところ。あ、取られた。いけるようになったぞ。え？いて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 、食らってってる。あ、しかも、こ、次こっち、あの、鶴橋ルートがあるから、多分そっち行って、鶴橋持って、またこっち行くんだもん。うわー！来た。結局、だってもさ、これ、ターザンの。なんか、お、あいつ、裏切った！早速。ジャングルゴーレムだ。ちょっと待って、危ない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 。この吹き矢最強じゃない。確かに、今のところ最強ね。明らかに。でも俺は、斧で。ああ、頑張ってくれ。やばいやばい。野戦場に立つぞ。殺される。あ、なんかアイテムくれてる。あ、また、それだ。鶴橋だ。いいな。あ、てかみんなもらってるわ。多分こいつ鶴橋でダメだったんだ。あ、なるほどね。あ、でかいでかいでかい。ほんとだ。まあでも。でも、弓家が強いんだよな。うん、やで、撃ってりゃ。でも、まあでも、鶴橋無限に振ってる。痛い。味方の攻撃が一番痛い。鶴橋やろうぜ。わかった。ミークリックで無限に やってるわ。もう止まんねえんだけど。あ、これ今あれだ、無敵状態だ。あ、光ってるから、これ取って。やっぱダイナマイトだ。ダイナマイト、ダイナマイトはハニーでいいんじゃない。え、これ無限に投げれるぞ。強い、これは強い、さすがに。いいんじゃない。えぇーもう痛い。ダイナマイトでハニーいいね、これ。なんか喋ってるぞ、ターザンが上から。なんか、あ、そう、なんか喋ってた、偉そうに。俺の、なんだろう、あ、またなんか落ちてる。よくもやったの、この野蛮人どもって言ってた。なんだこれ。なるほどね。え、またなんか、なんだこれ。ジャイアントフリント&スター。おぉおぉ、え、すいません。すげえ。ほんとだ、やりたい放題かよ。戻された。これよし、ちょうどいいわ。次どこだ。次解放どこ解放した。さっきの、斧じゃねえ、斧の前の最初の道を行ったところに吊らしていける道がある。あ、ほんと。うん。あ、いるいるいる。やべ、ケッキングいる。はぁ、あ、危ないって。ほんとだ。なんだこいつ。ケッキング、あ、バナナじゃん。バナナあるぜ、右側に。これ本当だ。やべえ、グレートエイプだ、ついに。ほら、盾。え、え、盾、え、盾、普通に食らうんだけど、盾。え、おい、ちょっと待って、いっぱい来た。え、ちょっと待って、いっぱい来てる。盾、普通に食らえますけど。まあ、盾はクソってこと。いらないっていう。ダイナマイトでコッパみじんだ。なんか、バナナ永久に手に入る。それ、バナナ最強武器なんじゃない。わかんない、バナナなんか200個くらい手に入ったけど。やべえ、こいつら明らかにあれだわ。いや、何、強い強い。明らかにあれってはっきりしてないけど。どれだよ、明らかに。エンモのあれ部下だ、こいつ。あ、あれ死んだ。あれ、え、そんなバナナ。いや、まだ、あ、光ってんじゃない、どっか。あ、なんか次のアイテムだ。どこだ。あ、なんか来たぞ。なんだこれ、タル、タル、タル、あれだ、タルだ。あ、立て、立てだな。あ、立てだな、いらない。これ跳ね返せるとか。跳ね返せる、なるほどね。攻撃跳ね返せるけど、でもダイナマイトの方が強い。でも普通の攻撃は跳ね返せない。あのね、なんなら吹き矢がやっぱ一番強い。なんでやねー。雑魚的に対しては範囲攻撃です。あとバナナ、え、なにこれ、バナナ、これを跳ね返して、開いてる。お、いいね。どう、ダメージ。確かに。また、またこいつ寝転んだ。キア強い。キア強い、普通に。なんかアイテム落ちてきたよ。あ、なんだ、まだあるだろ。あ、今度、今度、超、超タルみたいな。エクスプロ…ん、どうする。あ、あ、あ、設置型だ。嘘、本当だ。やっちまえ。ウケるんだけど、これこれ面白い。うわ、ボンバーマンだ。あ、なくなっちゃった、なくなっちゃった。バナナ数限りあるぞ。
全然隠してまだムカつく。バナナこれ何の意味あんの？バナナはマジでわかんない。全然隠してない。ビッグバナナ直したザケー、正直ザケー。 I'll take the bananas back to the village. See you there. やっぱ吹き矢が一番良かったな。なんか村に戻ってこいみたいな感じ、ビレッジってやつ。次はどこだ？は？シックスゴールデンバナナリメインズ？それアラマが取ったやつじゃないの？なんかあのスタート地点に帰ってきたら、あいつがずっとめっちゃ喜んでる。なんかあ、ここにもバナナある。どう考えてもクリアしました感出してますよ。マジっすか？終わったんじゃないですか？終わったかもしんない。ラスボス倒した。だってバナナあったもん、あそこ最後の。ああ。これ終わったんじゃないですか？これ終わったね。ああ。だって、お前ら戻ってきたらわかるけど、あの、はい、なんつうの、クリアしました花吹雪が。ああ、ほんとだ。終わった感すごい。盛り上がってる。ターザンももうやったよみたいな感じになってる。ターザンめちゃくちゃ喜ぶ。ほんとだ、ほんとだ。めっちゃめでたい感じで、やったーみたいな。ほんとだ、ほんとだ。めちゃくちゃ喜んでる。こいつめっちゃ喜んでんじゃん。終わりだ。わいわいが殺そうとしてる、斧で。You should try some of these。優秀だね、君はって言ってる。You're a hero! ヒーロー、お前らヒーローだ。終わったわ。あ、これ終わったね。やったこのゲーム受けるのが作り込みに対してあのクリアするまでが早すぎる。まあもうちょっとむずくてもいいかな。っていうかマジこの吹き矢はいらなかったから。吹き矢強すぎるからな。これ強すぎる。これ強いね、まあ、序盤で手に入るにしては最強武器すぎる。難易度的にはキッズ向けだね。やっぱ子供向けですね。まあそうだね。うん、それにしても興味、子供でもすぐクリアするだろうな、この難易度は。よくできてんだけどな。でもめっちゃできてるね。わな、4人でやったから簡単だったな。まあそれもあるけど、それはあるかもしれない。でも1人でやったら多分余裕だったと思うな。難易度調整は多分されないから、4人になっても時間はもうちょいかかったかもしれないけど。というわけで、今回こちら、はい、ターザンの、ゲームをやってみました。非常にね、おおよそ15分ぐらいですか。15分ぐらいでスカッとした気持ちにはなれます。ね。そうだね。あと、まあ、まあ、どちらかというと吹き矢で味方を、狙ってる瞬間が一番盛り上がる瞬間だと思います。確かに。やっとゴールデンバナナ集めたらこいつが何かくれるって。何？めっちゃ喜んでる、ゴールデンバナナ。ほんとだ。ま、いいかな。まあ。というわけで、今回はこんな感じで。全世界のみんな、バーイ。バナナおいしい！ターザン！